結論から言うと、もう全然買う必要ないんだよ、僕はアップルウォッチ買わない一つ目の理由がさっき言った、アップルの CEO、最高責任者になったら何したいですか、俺がアップルの責任者になったら、今すぐアップル解散だよ、その方がいいって、新宿まで行ったんで、行きましたよ、伊勢丹の1階にあるですね、えー、アップルウォッチ専門店、で、アップルウォッチね、触った人いますまだほうほうほう触ったないです そう180万円ぐらいな買わない見た頃とすらないないとまべちさんは180万の買ったらしい <laughs> バーカだほんとにとまべちさんってものの値打ち知らないよな <laughs> フェラーリ3台も買っちゃうし <laughs> あなるほどなやっぱ触ったことない人多いなあのね触ってきたんだわでもう結論から言うともう今回のタイトルであの「僕がアップルウォッチを買わない3つの理由」と書いてるようにですねもう全然買う必要ないんだよ で、買う必要がある人はいわゆるガジェットものを見せて話題を作りたい人は買うう。あると思うもう本当にそこ。でそれ以外は基本やっぱり電池駆動時間いわゆる18時間と言われてるんだけどもは短すぎるしさ。 あととと本体とこいつとかリンゲージしてるはずなんだ例えばメールとかさ LINE にメッセージとかが来たら今だった iPhone のスリープ中の画面にメッセージ来ましたとか LINE 来ましたで出るじゃんそれがここに出るようなもんなんだでそういう機能はあるのだからあのアプリごとに何かが来たらそれを知らせるということはできるんだけどもじゃあそれの返事をする時はどうなるかっていうとこのアプ t c チ側の「Siri」を使って口で言って。 っていうのにするか、もしくはあらかじめ決めていた定型文を送り返すということになるんだ。なので、iPhone をポケットから出す何秒かが省略できるっていうのが最大の売りなんだよ。だからあんま欲しくならないんだよな。ライフスタイルが変わるのかどうかは、あのさ、iPhone とかスマホの登場によってパソコンがポケット入れれるようになったよね。これはすごいでかいと思うんだよ。つまり。 これまでノートパソコンっていうのはあったんだけどもノートパソコンにしても何にしてもラップトップっていうぐらいつまり膝の上だよねというぐらいどっかに座って落ち着けて開くだったものを動きながら見ることができるようになったこれは本当に革命だと思うでもそれが手に持っているこのスレート状のもの板のものから腕時計サイズになったから革命かっていうと革命とは思わない一、まあ、つ目の僕が買わないアップルウォッチ買わない一つ目の理由がさっき言った 役に立たないでもポケットから出すのが手間省けるだけじゃんっていう一つ目の理由で二つ目はね、革命的でないこんなもんスティーブ・ジョブズが作るはずがないジョブズだったらボツ出してる <laughs> いわゆるな,なんだろうなこれアップルウォッチ以前以後で世界が分かれるような革命的な商品じゃないんだよ使い方が便利になりましたんでそのうちもっと便利になればいいことがあるかもしれませんっていう風に いっぱい言うっていう、まあ、そういういタイプの商品なんだよねっていうのが2つ目で3つ目は iPhone 登場の時にやっぱり何が衝撃的だったのかっていうと見たこともないインターフェースまあ実際はねあ,のあるはあったんだその画面上でこういうふうに広げるといわゆるズーム機能になるとかっていうのはそれまであるはあったんだけどもでも手に触れるもデバイスで 電話にも鳴ってメール打ててそれどころかちっちゃなパソコンで全部指先で触って動かせるっていうのは想像してない世界だったわけじゃない。なのでみんなうわー!」って思ったわけだよ。あのもともと確か iPhone の一番最初のジョブズのプレゼンがさ全然違う3つのものであのアップルはこの度なんか。 前,前から噂されてる三つのこととやるよ一つ目は画期的なユーザーインターフェースだと全部指先で動かせるあの画期的なインターフェースを考えたんだでここで拍手がうおーってくるわけだ二つ目は前からね電話になってるアップルが電話開発してる本当だよってこういうふうな電話開発やって w i f i でつながるやつもやるよっていうこれでうおーってやる三つ目はノートコンピューターよりはるかにちっちゃいコンピューターこれでかなりあの性能が高くてグラフィック を強化したマシンこれも出すよってみんなウォーってやっててそこまでやった後で実はこの3つ一つの商品なんだってポケットから iPhone ポンって出したら会場がうわーってなったんでそれぐらい画期的な商品だったんだけどもアップローチそれねえんだよなにこの普通の新製品出しやがってっていうだからねなんかねあんまり夢見れないなまあ 1>, 1つ目がその役に立たない2つ目が画期的でない革命的でないジョブズが作ってる感じがしないで3つ目がねこう理由にならないような理由なんだけどさリア充向けなんだよ。<laughs> あのね今回そアップルショップ行ったらスポーツタイプっていうのが前に並んでいただ何のことかって思ったわけよアップルウォッチってまあいろんなやつであの最上位機種の金目のさ あの趣味の悪いやつばっかりが紹介されるんだけども実は中心商品ってスポーツモデルって言われるちょっとあのリストバンドとかもプラスチックの軽くできてるやつで時計のこの内側部分にセンサーが2つついていてこのセンサーがいわゆる、えー、と血流を測ったり動機を測ったりするのと同時にセンサーの横にある振動端子を動かすことによって腕をこうトントントンとタップされてるような感じがあるとつまりあメール来ましたよってお知らせを送ることができると。 でも、これ両方で何をしてるのかというと要するになんかそのスポーツやってる時の代謝測ったりさ体温変化測ったりとかそういうアクティブなな人向けなんだだからもう完全にねその金持ち層の人たちのフィットネスジムに通ってますで新しいものだったら金を惜しまずに買いますというようなリア充向けの商品であってなんかそのデジタルガジェットを世界中で真っ先に買う。 俺たちみたいな人を無視した商品であるなぁと思ったのでですねもう俺これは買わねえとこれはもうなんだろうなあのアップルにしては敗北の歴史になるに違いないと思ってですねまあそうですね <laughs> Facebook をやってる人が使いそうなアイテムということなのでですねああなのであのまだ商品としてのその これがあるからできるんだっていうようなキラーアプリみたいなものもまだ見えてこないしね。た、多分、さっき言った運動するのと、カロリー消費とカロリー補給、結局何を食べたかによって、体温とか脈,脈拍の微妙な変化を捉えて、何キロカロリーを摂取したとか、そこら辺までも多分将来行くようになると思うんだ。だから、ダイエットとか体調管理やるには、もうアップローチみたいなものがないと、どうしようもなくなるというふうになるとは思うんだけども。 まだそこまで行くのには3年から5年ぐらいかかるし3年から5年ぐらいした後の23万円ぐらいになった機種で十分じゃないかなというふうに僕は思いましたいやーなんか未来はねなんかねどっちの方にあるのかなと思って Apple Watch 見てみたんだけどもあっちの方じゃなかったねあの「方に行くんだろうな週刊新潮」いきます。 週刊新はです、ねえー、世界史を作ったビジネスモデルというです、ねまあ、連載で野口幸男さんがです、ねえー、オバマ大統領がです、ね、あの以前スティーブ・ジョブズがまだ、えー、アップルの社長だった時代に iPhone をアメリカ国内で作るにはどうしたらいいのでしょうなぜアップルの生産は拠点はアメリカ国内に移らないんですかというふうに質問したと。 でこれがもう、えー、アメリカの問題だというふうに野口さんは言ってます。えーまあまあ、もちろんジョブズの答えはあのアップルの強さっていうのはもともと生産拠点っていうのは海外に置いてると今だったらまあ中国に置いてるわけですね中国とか台湾であのアップルの製品っていうのはすごく安く作ってるとだから生産手段を持たないいわゆるデトロイト化しなかったことが IT 産業特にアップルにしてもですねあとはフェイスブックにしても何にしてもそういうふうなものを持たないことがアメリカの強みだというふうに答えたと。でも それでビジネスの論理としてはわかるんだけど政治の論理としてはオバマ大統領としてはそれを聞きたいんじゃないですねアップルはどうやって成功したんですかって聞きたいわけじゃなくてそうじゃなくてアメリカには今職を、ね、失って大変な人がいっぱいいるとで大部分の人はですね高度な教育を与えてで頭のいいですねシステムエンジニアとかそういうふうなものになれるわけじゃない。そうじゃなくて、 アメリカの大衆というのは何かというと真面目なだけでもしくは頑張って工場に行って毎日毎日コツ,コツコツコツ働くだけで人並みの給料が手に入ってで人並みの生活ができて借金まみれの生活がしなくて真面目に働いたらちゃんと息子や娘を大学にやれるそういう強いアメリカでなくてもいい。普通のアメリカはどううやったら手に入るんだという話を、 そのために生産拠点みたいなものがアメリカにあって世界中で売れてる iPhone みたいな商品があったらそれはアメリカ企業なんだからアメリカ人を働かせてアメリカの雇用というのを助けてくれればいいじゃないかという。 ものすごく当たり前の話をですね、こう、オバマ大統領をすると、あの天才スティーブ・ジョブズをして、こんなことしたらアップル潰れちゃいますよって返事になっちゃってですね、中国に生産拠点を置くしかないと。で、今、まあ、野口さんが分析するにはですね、世界中の企業が成功するにはこうやって生産拠点を安いとこ持っていくしかないんだよっていう、別にこんなもん別、野口幸男がですね、週刊新潮に書かなくてもいいような当たり前のことを答えてるんですけども、この間にあるギャップっていうのはね、果てしなくその、 絶望的っていいいいうこととはななんですけども、ギャップ広いなと思いますあのテレビなんかでも経済政策っていうとどうやればそ,のそれぞれの産業がまあ活性化するのかとか儲かるのか国民のところにかお金が歓迎するのかって話になるんですけどもそれと同時に失業者対策とか生きがい対策とかですねどうやったら働きがいのある仕事を提供できるのかって それも考えちゃったらですね。何だろうな？その旧ソ連のように閉鎖型の経済圏作るとかですね。まあ、もっと極端にあの日本鎖国論というのもね。あのバブルの時代にあったんですよ。バブルの頃ってさ。日本社会って。 経済ってあまりにも豊かだったから実は日本っていうのは予想の国と貿易なんかをしなくても週に3日か4日ぐらい働いたらなんとか、えー、やっていけるぜというそういう暴論すらもあって確かに、ね「週刊スピリッツ」になんか「日本鎖国論」っていう連載があったぐらいでなんか連載って言っても3週ぐらいで打ち切られたんだけれども <laughs> そういう暴論漫画が載ったぐらいですね。経済と政政治治特にその国民福祉を前提したっってていいううののは対立っていうのが バブルの頃かららあっって、て、まあ、今にになななももどうにもならない。オバマ大統領もそのスティーブ・ジョブズにっていうかアメリカのトップが経営のトップいわゆる情報産業のトップに聞いてもどういうふうにもならないというような話がアップルの CEO 最高責任者になったら何したいですかアップルの最高責任者になったら今すぐアップル潰すよ。<laughs> だっからアップルこっから先別になくてもアップルの技術者がいろんな業界に育っていった方が世界のためだと思うから俺がアップルの責任者になったら今すぐアップル解散だよその方がいいってそっから先どれぐらいいい商品が出るのかなんていうのはそんなドキュメントなり なんだかアイデアなりを公開した方が実現率高いよアップルだけが技術なりノウハウなりを持っていてアップルの新製品がゆっくり出るのを待つんではなくてそっちの方がこれやりやすいと思うなあとはね悪役レッスラーとして活躍する なんかこう世界中のいろんな証権に関してそれは我々考えたそれは我々考えたというふうにあえて振る舞いながらそしてギリギリ魅力的な商品を次々と iPhone5iPhone6 とか iPad3 とかあの新しい Mac とかを出すことによってなんか憎いんだけれども憎みきれないという悪のだろうメーカーとして悪のネットワークとしてこうやるるといううのは楽しそなな気がするなスティーブ・ジョブズさん僕の気でアップルが大丈夫か心配で眠れません。 難しいよね。ドワンゴ川上会長、ニコ生は今後どこへ向かえばいいのだろうか。ああ、裏番組で話してらっしゃいますよね。まあ、ニコ生はどこへ向かえばいいのだろうかっていうふうに、個人の思惑をもう超えた状態に来てるわけでしょ。つまり、ニコ生っていうのは、どういうふうにすればいいだろうではなくて、何をしなければいいだろうっていう段階だと思うんだよな。つまり これをしなきゃいけない。こんな新しいことを打ち出さない場を失さない場ばいけないという状態を超えて、ニコ生っていうのはユーザーが使いたいように使っていて、その中で面白そうな部分を拡張するという、いわゆる2チャンネル的なやり方っていうのをメディアに対して押し詰めていった技法で、ある種メディアの最終形態だと思うので、逆にこっから先は何をやらないかの方が重要だよね。つまり、ニコ生にこっから先美味しい話とかがどん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 来るだろうと。で それをどんどん受けていって、で、株式がこれでもっとあの株価が上がるとかっていうふうな誘惑がすごくあるだろうけども、それをできるだけやらずにやる方が価値が見える気がします。または、ニコ生に全部つけちゃうからね。ニコ生、今、月額500円だよね。この月額500円のままでプレミアム会員を増やしていって、プレミアム会員に年金等、保険等をつけて、 プレミアム会員に特別安く住めるマンションなり住宅なりを用意してプレミアム会員が安くできる回線とか携帯電話を用意して第二の国家というやり方があると思うこれはこれまでの国家だったら合体ができすぎてやりにくいことを国家というのを国民に対してどのようなサービスをするのかというのを分解して再構成した考え方なんだで Google も Apple も最終的にこの方向に行くどの企業も Google も Apple も考えていることは 国家をいかに国家らしくなく運営するか。そして、その自分たちの国民からいかに税金とは感じさせずに使用量というのを年間取るのかということを考えるはずなんだ。で、ニコナマはその中に、えー、o g l e や Apple と違うやり方だよな。コンテンツから入っているということですごい有利だと思う。だからこのまま日本のセカンド国家としてやっていくというのが一つ。それは堀江さんもできなかったことだから、価値が見えているので、 ジブリ行ってる場合じゃねえと思うよう本当に真面目な話するんだったら <laughs> じゃあこのスティーブ・ジョブズさん僕の気でアップルが大丈夫か心配で眠れませんこれも終わったことにするなスティーブ・ジョブズさんもどんな新製品とかどんな新サービスを出すのかっていうジョブズさんが考えたアップルの時代っていうのは多分終わったからもうやめたんだろうでもうねどんな新製品かとかどんなそうスティーブ・ジョブズっていう人が持っているコンテンツみたいなものを最終的に工業プロダクト商品だよなスマートフォンとととかさ iPad とかか そういうふうな形に落とし込んでいって、そしてこの世の中に作品として残すっていう時代は終わっちゃったんだよ。だからスティーブ・ジョブズ辞めたんだと思う。これ以上やっても多分もう商品という形、プロダクトという形、彼が生涯愛したどんな美しいもの、オブジェを作るのかっていうのはもう終わってしまった。そうでなくてこれからはフォーマットの時代であったり、コミュニティの時代であったり、さっき言ったセカンド国家をどういうふうに作るのかという時代になっちゃったから。だから彼はいい時に辞めたと思うよ。 これ以上いてもなんかしんどいよ。アマゾンがここまで巨大化してくると思ってなかった話だったよな、ね。あの、通販だけだと思ってた会社が、えー、通販というものの意味がどんどん大きくなってきて、今、コンビニを脅かしつつあるんだよな。だから日本の流通っていうのは、普通店舗があって、問屋があって、それに対して大規模店舗があって、スーパーマーケットの時代があって、スーパーマーケットのおかげで、パパママショップが潰されてしまうっていう時代が1980年代にあって、 それが1990年代から2000年にかけてあったっていうのが大規模ショップ、スーパーみたいなものとか安売り店もどん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 コンビニに侵略されていくって話なんだけども今あるのはそのコンビニすらもアマゾンみたいな通販会社に侵食されていってどんどん売り上げを落としてると。じゃあアマゾンしか最終的にひょっとしたら残んないんじゃないのかっていうのが今僕らが見えている2012年の世界だ。さて、これアマゾンな。グーグルという会社から。 Google って会社も10年前こんな風なことになるとは思ってなかったんだ。Google って会社は、だってあれ検索エンジンの会社だよ。そんな大したことがないというかネット上のそういうものだと思ってたんだよ。でもその会社がどんどん大きくなってきて、今 Google がなければ僕らはだんだん行きにくくなっていると。だって iPhone5 が発売された時に Google マップが動かないというだけの理由で俺まだ買い替えてないもんな。俺の iPhone な、3G だよ。3G だよ。<laughs> 4ですらないんだけどさ。で、5でだから5に変えようって思ってたんだけども、あの、Google マップ動きませんって言われた瞬間に俺の心の中で、あ、iPhone5 まだいらねえやっていう風になってんだけどさ。<laughs> そうなんだよ。で、Google っていう風なものが、やっぱり地図にしてもそうだし、検索にしてもそうだし、ネット上での情報の持ち方、クラウドっていうものの考え方全部を変えてしまってる。だから、今、その、 古本の通信販売から始まったアマゾンとっていうのが僕らの、なんだろ、生活の中の流通ではなくてはならないパーツを占めると同じように Google というふうなものが僕たちの知的生活だよな。何かを思い出したりする代わりに検索するっていうのを含めて知的生活のを成立させるためには Google がなけれなけばならないようになっている。で、Apple いう会社があるよな。Apple いう会社も,も本当に十何年前まではパソコン会社だったんだよ。単にマッキントッシュっていう まああの、センスは良くて可愛くて、えー、ちょっと性能はいいんだけども、パワーが強いかって言われたら、ちょっと疑問だよなっていうような、いいパソコン売るような、まあんですかね。パソコン界のフェラーリっていう人もいるんだけれども、あの、そういう会社だったんだ。で、それが今、アップルの主な収益っていうのはパソコンではないと。何かっていうと、これはもうコミュニケーション事業になってるんだよ。だから今、アップルがないと、俺たちのコミュニケーション、 人と人とどう,どういうふうに繋がるのかっていうのが徐々に徐々にやりにくくなってくる。もちろんその他にもマイクロソフトもあれば、アンドロイドもあるよ。でもアマゾンが古書の通信販売だけでなくなったのと同じように、Google が検索だけでなくなったのと同じように、Apple っていうのがパソコンだけでなくなってきて、ネットワークがある,かある21世紀の世界っていうのをもうほとんど意味づけてる、価値づけてるんだ。さて、お待たせ、ドワンゴだけ。ドワンゴはこの流れで見ないとダメなんだよ。 ドワンゴはコンテンツがあってそれを無料で配信してるとか有料にしたとかブロマが始めたっていうのはこの中で言えばほんのちょっとした舵取りにしか過ぎない。でもその舵取りの微妙な裁きによって向かってる先は見えてるんだよ。あのドワンゴが明らかに意識的に目指してるのはアマゾン、グーグル、アップルなんだよ。そこの世界企業に入ろうとしてる。で、ソフトバンクは古いからそれがまだ見えないんだよな。ソフトバンクはインフラを整えたり 機能の高い携帯電話を出したり、それを宣伝することで何とかなると思ってんだけども、ドワンゴなんて宣伝費本当に使ってないじゃん。ドワンゴは最終的に目指しているのは、さっき言った、販売、通信販売からアマゾンがネット社会の中の単一ネットワークを狙っているのと同じように、で、Google が検索から始まって Google しかない世界を目指しているのと同じように、で、Apple がパソコンから始めて Apple しかない世界を目指しているのと同じように、 ドワンゴは番組配信から始めてこの世の中にドワンゴしかない世界っていうのを目指してるんだ。そのたった一つの会社しか生き残れない世界が5年後10年後に来るのがどの会社も分かってるからだからあんなに熾烈に戦うんだよ。でないと iPhone5 に Google マップ載ってるってあんなにお互い訴訟合戦しないよ。あいつらはなんであんなに本気で大喧嘩してるのかっていうとどれか一つしか生き残れないことを本能的にか戦略的にか もしくは、まあ、スタンフォード大学出たような偉いやつをいっぱい雇ってるかなんか知らないけれどさ、あの、知ってるわけだよな。で、ドワンゴもそれに気がついていて、舵取りとしては、コンテンツ一時的に有料になるんだけども、これは最終的にユーザーに対して税金のように、全国民に対して広く薄く何百円か何千円かを取って、それで一大帝国を作ろうとしてる。帝国って言ったのは何かって言ったらさ、帝国と王国の差っていうのはなんか知ってる あのさ、王国っていうのは王がいて、それに支配されてる国なんだ。で、帝国っていうのはさ、その王が集まって、たった一人の帝王を決めよう。これが帝国なんだ。だから大日本帝国っていうのは、韓国っていう王国があって、日本っていう王国があって、中国っていう王国があって、だその上に立ってるから日本帝国なわけだ。 白色水星帝国っていうのが宇宙戦艦ヤマト、さらば宇宙戦艦ヤマトに出てくるんだけど、それはゾウーダ大帝っていうのがいて、その下にガミラス王がいて <laughs>、で、地球があってみたいなこと。これがその帝国の定義な。で、多分俺が思うに最終的にはこれ帝国になっちゃうんだよ。どっか一つの一番強い国っていうのが王権の最上位を握って、その下にソフトバンクなりアップなりグーグルなりという王が配列されるんだけども、誰が帝王になるのかを 争ってるわけで,すで、僕らはその間で、なんだろうな、動く駒、なんだよな。アップルトピアっていう話があってさ、これあの、朝日新聞で、俺あの、泊まったホテルで朝日新聞があったから、思わずこう、ちぎって帰ってきちゃったんだけども、2月27日の朝日新聞なんだよね。あなたの理想郷を作りますっていう、なんかね、市場の正体、マーケットの正体という連載の、一面の連載のやつなんだけども、 今から40年後、アメリカ・サンフランシスコ沖の水平線にいくつもの人工島が浮かんでいるかもしれない。住むのは既存の国を見限った人たちだ。彼らは環境や制度など自分の好みで島を選んで社会を営む。各島の政府は豊かさをもたらすために企業のように競争する。こんな人工国家構想の実現を目指すカリフォルニア州のシーズディング研究所を2008年に設立したのはパトリー・フリードマン氏。構想をユートピア並ぶアップルトピアと呼ぶ。 彼は規制を嫌い選択の自由を何よりも優先するシカゴ学派の総帥、ミルトン・フリードマンの孫だとすごいねミルトン・フリードマン教授に孫がいたんだよね <laughs>、えー、祖父の継承者を辞任して前はグーグルのエンジニアだったっていうやつなんだよねで民主主義は多数派を作らないと社会を変えられないでも競争は違うスピードがあるここが彼が言ってる社会改革の面白いところだよね、えー、意見の違う人たちが話し合って合って合意や妥協を探る行為を無駄と考える 同じ考えの持ち主だけで社会を作れば手っ取り早え他の人たちはそうやってできたいくつもの社会の中から好きなものを選べばいいパソコンとか携帯の機種を選ぶように。で市場社会とは市場に過ぎなく市民とは消費者であるこの構想に150万ドル以上の資金を提供するヘッジファンドの代表のピーター・ディール氏は規制がほとんどない国の設立を夢見ると「PayPal を立ち上げ Facebook を多額の投資で後押してきた人物だ」っていうのがあるんだ。 アップルトピアというのは何かっていうと、このアメリカの研究主張が提案してきて、で、今出資がどんどん集まりつつあるって言うんだけども、人口と島を作っちゃって、で、そこの中の社会システムというものも、人々の合意で決めるのではなくて、これがいいですよねっていうふうにモデルプランを決めちゃうわけだ。で、多分それはその、僕が今クラウドシティの中でやってる、クラウドシティの中でやってるのは、市長が毎月変わって、あの、月ごとの市長によって、 クラウドシティの在り方っていうのはまる変わってるんだけども多分それと似たようなことで一斉にいろんな人が同じようなことをやってると思うんだよね。なんだかんだ言ってもなんで石原慎太郎知事のなんだろう人気が長いのかあとなんで橋本知事今市長だよね人気が高いのかというとすべての人の集まるコミュニティとかがこれまでのこういう概念理念みたいなものですか検証というふうに言ってもいいんだけども ある考え価値観を持った人たちではなくてどの考え方の人に賛成するのか人々はアップルの思想ではなくてジョブズを信頼して物を買うんではないのかなっていうふうに考えるわけですだから俺たちは CM にあんなに金をつぎ込むわけだよな何か新しい製品が出,て出たらその新しい製品とか新しいサービスの イメージを体現するようなキャラクターを作るのにすごい必死になって、そのキャラクターのイメージを消費してもらおうとする。だから、俺はあの20世紀まではネットというのは理念とか議論っていう風うなものを作るものだったんだけども、21世紀になってからキャラクターを作るものだっていう。風うにずっと言っているんだけども、こういうサンフランシスコ沖に作ろうと言ってる。人工島みたいなもの。は、 どどんんん考ええ方が増えてくると思うんだ。僕らが国家を選ぶ時に生まれたんだからそれ以外のものを選べないって言った時につい考えてしまうのを選択肢の自由の中に落とし込んでいくっていう発想が現に動いてきているというのはなんかちょっとすげえよなといううに思いました。マリオのゲームオーバーみたいなもので「ああ終わっちゃった!」っていう感じに近いと思うんですよね。